金岡団地はかつて大阪府堺市に日本住宅公団が造成した公団住宅である。日本住宅公団による公団住宅第1号である。1955年に設立された日本住宅公団は第1号の公団住宅となるこの団地を大阪府堺市南長尾町に造成した。当時、画期的であったダイニングキッチンに代表される 新たな生活スタイルはこの団地、そして東京都三鷹市の群れ団地などに始まり、当時の若年層の憧れとなった。老朽化による建て替えが行われ、現在は都市再生機構3割へ金岡となっている。北隣の北区南長尾町3.4町には、1954年に金岡団地に先立って造成された大阪府営。 金岡住宅があったが、こちらも老朽化による建て替えが行われ、現在は大阪府営境南長尾住宅となっている。金岡団地が公団で、最初のスターハウスが建設された団地であることを記念し、サンバリエ金岡内には、スターハウスメモリアル広場という広場が設けられており、スターハウスの1階部分を復元して作られたモニュメントと記念碑が建てられている。また、 この団地に建設されていたスターハウスにはベランダがなく、その代わりにサンルームが設けられていたのも特徴的なことであった。ありがとうございます。